お帰りはどうするんですか。帰りは今日は帰りません。帰れないですか。今日は帰りません。あ、帰れない。はい。あ、そうか。じゃあ僕と一夜を共にするということで。それはちょっとね、ダメですよね。まあまあ冗談ですよ。冗談ですね。そういうのは無理ですよね。まああのどっか宿があればいいかなっていうところで、ね。はい。わかりました。あ、すみません。子供が。あ、いませんでしたっけ。奥さんとか。奥さんもいないんですね。いなかったですか。はい、まあ、あの彼女もいないんで。あ、そうなんですか。彼女を募集中なんで、あの詳しくはあのこちらの宛先まであの送っていただければあの、まあ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 ね、どうなんか、あのサードやってます最近。私はもう全然もう神戸に、まあ、さっき大阪って言われてたんですけど、私は神戸勢なんですよ。そうですよね、神戸ですよね。はい、でやっぱりマジカルになって、はい、マジカルに時々現れるぐらいで。人いるんですか。時々います。時々いる。はい。あ、なんか一時神戸も割と盛り上がってた気がしたんですけども。はい。あ、でも全然いないってことはあんまりないですね。やっぱ週末行くと誰かしらいて。はい。でちゃんとマジカルにもあのボスみたいな人がいて。全然私勝てないんですよ。あ、そうなんですか。キャラはちなみに誰なんですか。剣です。あ、剣。もう剣とかもう無理なんで本当に。なんかでも神戸結構強い剣がいるって聞くんですけど。あ。ちょっと白い剣の人がいて、ね、私は全然勝てないんですけど、白いって言いますよね、はい、でもその剣にあの某ユリアン使いの人は勝ったりするんですけど、まあ、某、ね、ユリアン太いですよね、タッグがねそうですね、まあ、あの体格もそうなんですけど、はい、まあ、でもユリアン使わないでこうユンとか剣とかで100歩って感じで気持ちよくなってて羨ましいです本当に、まあ、あのユンも強いですよね。はい、強いです。